ここが資源衛星ね。あ、グレイズリッター、マクギリス・ファリド准将さん発見。こっち、ハッシュマルのサブユニットがこんなに。どう見ても資材置き場だね。まるでモビルアーマーのための補給基地ね。仕事熱心なプルーマたちだけど、このままやらせるわけにはいかんな。乱戦になります。住所、小隊長、気をつけて。飛ばしすぎたか。そこ邪魔をして直撃させる。まだ来るというのか。かなりのデータ量がディレクトリをまたいで流れ込んできてる。戦闘力は知れているが、こいつは厄介だな。敵の数にだって限りがあります。とにかく退治しましょう。いいだろう。これでしばらくはおとなしくなるだろう。マクギリス准将はブレイクアウトしない？まだプルーマがいるんだと思う。こうなったら片っ端から行きますよ、准将さん。我々ならば。プルーマいないね。ジェネシスの方も気になるよ。キラ君たちのデータが確認できない。やはり物事はこちらの思う。ザフトの防衛隊です。プルーマの反応なし、突破してください。果たすべきを力で果たすまでだ。でもミッションデータは不安定。ブレイク現象そのうち起こるね。ダーッ！キャッ！ザフト軍の防衛隊です。迎撃してください。相手は烏合の衆、頭さえ潰してしまえば降伏する。だといいけど、このミッションの頭が誰なのかが問題だね。そもそもマクギリス准将がブレイクアウトしてくれないし。データの乱れは今までで一番大きいから、何か起こるならここだよ。ザ！そこだ！キュッ！ジオンのモビルスーツがブレイクイン。またコースコン隊なの？所属はアバオアクー統一軍総帥直属艦隊。じゃあこのグルグルはあの宇宙要塞から。なんかこんな感じね。でもプルーマもまだいるはずだし。そこ落ちる。
発見。こんなところでデザートを食べてたのね。重将さん、迎撃してください。こいつらを倒せば火星に戻れます。迎え撃つならいくらでもやりようはある。これが最後のはずです。油断しないでください。劇的に仕上げよう。小隊長、連携して劇的にお願いね。乗れた。そこで直撃させる。さて、やっぱりシャア・アズナブル大佐、アバオア2からここに来たんだ。じゃあこれがチオンギ。スカート付きならぬスカートのみ。宇宙空間では足なんて取りって割り切りもあるってこと。足は質量移動によって姿勢制御の助けになると思うけど。これも数奇な巡り合わせというものだね。見せてもらおうか、貴様のその実力とやらを。いいだろう、受けて立つ。そこだ。力の手向けだ。やっとるがいい。私に出会った不幸を妨害。では私も果たすべきを果たすとしよう。そうそうやらせはせんよ。マクギリス住所、無理しないで。相手はエースパイロット赤い彗星です。あの目標を討ち取れば栄誉栄達は思いのままだろう。それくらいの相手だとは思いますけど。歴史に名を残す。これならいける。もらった。そこか。私から逃げられると思っているのか。我々にはもう逃げ場はないんだ。戦うことですか。未来への道はない。おお、少しはやるようだな。道を開けてもらおう。重将さん、無理しないで。小隊長、ここでマクギリス重将を失えない。赤い彗星を止めて。なめられたものだな。私からの手向けだ。受け取るがいい。まだだ。私はもっと世界に力を示す必要がある。そうか、力を求めるマクギリス・ファリド准将が最後にたどり着くガンダムか。邪魔をして。捕らえた。遅い。沈め。嬉しいな。私からの手向けだ。ありがとう。行きません。とっておきだ。腕を飛ばす。ギュッ。行け。これほどとは。死ね。何、なんだというんだ。危ない。ブレイクアウト成功。マクギリス重将さんは君たちの活動は引き続き頼りにしたいと思う。はい、マクギリス准将、また後ほど。これで地球外縁軌道統制統合艦隊の指令を元の歴史に戻せたのね。それはグッドなんだけど、このミッションキラ君たちがやっぱりいないんだよ。果たすべきが果たせない私たちはブレイクアウトするしかないね。はあ、ありがとう、助かったよ。ザ、そこだ。ふん、なかなかの腕のようですね。
ここが資源衛星ね。側面から夜勤ルーエに近づこう。あんたは俺が守るよ。オルガに言われたからね。ジュリエッタ・ジュリス、あなたの援護に入ります。ギャラルホルンのメモ、辺境の地には及ばぬか。あ、グレイズリッター、マクギリス・ファリド准将さん発見。こちら鉄火団、探してました准将。共に駆け上がろうか。こちらと手を組むのだろ。そうです、モビルアーマーと決着をつけるため火星に戻りましょう。作戦ポイントへ急ぐぞ。カシュマルのサブユニットがこんなに、どう見ても資材置き場だね。まるでモビルアーマーのための補給基地ね。仕事熱心なブルーマたちだけど、このままやらせるわけにはいかんな。乱戦になります。従者、小隊長、気をつけて。行きます。こらえた、どいてくれる。直撃させる。
だ来るというのか。かなりのデータ量がディレクトリをまたいで流れ込んできてる。戦闘力は知れているが、こいつは厄介だな。敵の数にだって限りがあります。とにかく退治しましょう。いいだろう。ブレイクアウト。これでしばらくはおとなしくなるだろう。マクギリス住所はブレイクアウトしない。まだプルーマがいるんだと思う。こうなったら片っ端から行きますよ。住所さん、我々ならば十分な戦果を上げられるだろう。それじゃあ小隊長さん、坂を登ってさ。プルーマいないね。ジェネシスの方も気になるよ。キラ君たちのデータが確認できない。やはザフトの防衛隊です。プルーマの反応なし。突破してください。果たすべきを力で果たすまでだ。でもミッションデータは不安定。ブレイク現象そのうち起こるね。ギュッ、いけ。そこ、うわー、ザ、そこだ。ブレイク現象、崖の上、敵の増援です。連邦め、ここは絶対守り抜くぞ。チベ艦隊の意地を見せてやる。チベってガンスコン機動部隊のスカート付きリックドム。新たな敵襲、もう引き返せんな。敵機の数は不明。住所、小隊長、注意してください。そうだね。ドムが何機いるのか想像もつかないな。直撃させる。私も負けていられない。ザ、こんなもの仕留める。そこ、邪魔。これで当てる。どうしな。くそ、まだか。ザフト軍の防衛隊です。迎撃してください。相手は烏合の衆。頭さえ潰してしまえば降伏する。だといいけど、このミッションの頭が誰なのかが問題だね。そもそもマクギリス住所がブレイクアウトしてくれないし。データの乱れは今までで一番大きいから、何か起こるならここだよ。礼を言う。
せい当たれ。よさでしょうか。ザそこジオンのモビルスーツがブレイクイン。またコース混在なの。所属はアバーワクー統一軍総帥直属艦隊。じゃあこのゲルググはあの宇宙要塞から。なんか不穏な感じね。でもブルーマもまだいるはずだし。宇宙乗れた。てりゃ残念だ。直撃させる。そこだ。ブルーマ発見。こんなところでデザートを食べてたのね。重将さん、迎撃してください。こいつらを倒せば火星に戻れます。迎え撃つならいくらでもやりようはある。これが最後のはずです。油断しないでください。劇的に仕上げよう。小隊長、連携して劇的にお願いね。遅い。そこ。この剣で。行け。私に出会った不幸を呪うがいい。では私も果たすべきを果たすとしよう。そうそうやらせはせんよ。マクギリス重将、無理しないで。相手はエースパイロット赤い彗星です。
あの目標を討ち取れば栄誉栄達は思いのままだろう。それくらいの相手だとは思いますけど。歴史に名を残す。私から逃げられると思っているの。逃がしましょう。そこか。救援感謝します。死体が落とされた。まだ動く。もらった。私から逃げられると思っているのか。我々にはもう逃げ場はないんだ。戦うことですか。未来への道はない。ほう、少しはやるようだ。道を開けてもらおう。准将さん、無理しないで。小隊長、ここでマクギリス准将を失えない。赤い彗星を止めて。なめられたものだ。私からの手向けだ。受け取るがいい。まだだ。私はもっと世界に力を示す必要がある。そうか、力を求めるマクギリスバルド選手。これほどとは。死ね。何？なんだというんだ。危ない。ブレイクアウト成功。マクギリス准将さんは、君たちの活動は引き続き頼りにしたいと思う。はい、マクギリス准将、また後ほど。うん、これで地球外縁軌道統制統合艦隊の指令を元の歴史に戻せたのね。それはグッドなんだけど、このミッション、キラ君たちがやっぱりいないんだよ。果たすべきが果たせない私たちはブレイクアウトするしかないね。うん、終わった。帰ったらご飯あるかな。